ところがそっちの方向に行っていませんから問題なんでございますが、まず、やっぱこの移民受け入れですよ。移民受け入れって非常に問題があります。なぜかというと、まあ、いろんな問題ありますよ。外国人犯罪増えるとか、それは増えますよ。増えますよ。今あの、ベルリン、ドイツのベルリンの刑務所の、その収監されてる囚人さんの半分以上がイスラム教徒だそうです。ドイツ人じゃないんだよね、もう犯罪を犯してるのがね。まあ、その問題、あるいは日本の文化伝統を壊される。それは壊されるでしょうね。 でもよく加えて、私が問題にしてるのは主に、実施賃金引き下げる。だってなんで経営者が、まあ日本の経営者だけど、外国人労働者雇うと思います給料が安いから以外の理由はありません。高度人材、なんて言ってますけど、高度人材は日本みたいなところに来ません。給料安いから。はい、低賃金の単純労働者が来るだけです。それを安く雇いたいんでしょと。ということは日本人の労働者がその人たちと競争になっちゃうから、全体的な実施賃金下がっちゃいますよ。 せっかく人手不足深刻化して生産性向上による実質賃金引上げのチャンスなのにそれが潰されると。さらには、外国人労働者で下手に人手不足を解消したら生産性向上の投資は起きません。だってやる必要なくなっちゃうんだから。ということで日本の経済成長率を痛めつけるから、あるいは国民を貧しくするから反対しているわけでございます。論より証拠。これ高度成長期の主要国の経済成長率です。 この一番上の赤い実践が日本。すごいでしょ、えー、?50 年から65年まで、大体いい経済成長率が10%前後。他の国々、まあ欧州諸国、あるいはアメリカは、成長していたとは言っても5%ぐらいなんですよ。成長率が。これも立派なもんですよ。立派なもんなんだけど、日本その倍。この差何なんでしょうそれは日本人が優秀だったから、投げがないでしょう、うと。そんな経済成長率の倍が出るほど優秀さに開きがあるわけがないでしょう。 単純に日本だけが移民を入れなかっただから生産性向上の投資で一人手不足解消するしかなかった。だから高度経済成長したんです。ちなみに黄色は西ドイツ。西ドイツは50年から55年は10%未満と日本並みに経済成長率が高かったのが55年から一気に落ちて他の国と同じ感じになっちゃった。何をやったんでしょう西ドイツ。移民を入れ始めたんです。まさに55年から。最初は南欧諸国。 やがてトルコ人ですね、有名な。結果、生産性向上の投資が抑制されました。外国人で何とかなっちゃうから。だから経済成長率が落ちたんですよ、ということなんです。だから日本がなんで行動経済成長したんですか理由は生産性向上で人手不足を埋めたから、反対側には移民を入れなかったからという事実があるわけでございますね。ただ今日本というか、まあ世界はグローバリズムに席巻されており,おりまして、 あの、先進国は、まあ、まだ日本はこれから入れ始めるようとしてるけど、他の国々はもう移民入れちゃって、だんだんナショナリズムが壊されていってますけども、新興経済諸国まで同じなんですよね。これ、日本とマレーシアの失業率です。えー、赤がマレーシア。マレーシアって完全失業率がなんか一定なんですよね。3%前後で。はい。なんか微妙に本当かなと思っちゃうんだけど、日本は例えば、えー、橋本政権の緊縮財政、97年に日本が、あの、経済がデフレ化してて一気に失業率悪化。 その後改善したと思ったらリーマンショックだった。で、今改善していってますけども、今マレスチの方が失業率高い。高いっつったって両方、両国とも3%前後だから低いんだけど、問題はこれじゃないんです。これ若年層失業率。要は15歳から24歳までの若者の失業率です。日本はやっぱりデフレ化で悪化しまして、一時は10%超えました。その、えー、じ2003年ぐらいですか その後改善したと思ったらまたリーマンショックで悪化。10%に近づいちゃったんだけど、その後は一方的に下がってきてますかマレーシアは10%前後が続いてるんです。なんで完全失業率が3%前後なのに若者の失業率だけが高いんでしょうかね理由はもうお分かりでしょうね。これです。移民人口比率。日本の移民人口比率は、まあ、2%未満なんですけど、マレーシアは 8強なんですつまりマレーシアで何が起きているのか。まあ、完全雇用になりましたと。失業率下がりましたと。で、さらに人手不足です。で、若者を雇いやいいんですよ。若者はまだあのあの若年層失業率高いから働いてないんです。雇いやいいのに雇わないんですよ。じゃあ代わりに移民雇ってるんです。ネパールとかミャンマーとかそういう方々、そういうところから来た方々を安く。 雇ってるわけです。ねということで若年層失業率が上昇して同時に移民人,人口比率も上昇するという非常にグロテクスクな状況になってるんでしょうね。おかしいでしょだって移民入れなくちゃいけないほど人手不足っていうんだったら若年層だって完全雇用じゃないとダメですよ順番的に。ところがマレーシアは若年層の失業率が高いままで移民を入れていってる。これは何でかかととというとそっちの方がが給料が安いからと いうことで、まあ、この状況を続くとマレーシアの経済成長も、ま、打ち止めになるかなという気がしますし、その上に問題なのは、若年層の失業者。若い失業者は、働く経験を得ることができないんです。人間ってのは、働くことによって自分の中に様々な技術、技能、スキル、ノウハウとを蓄積していきます。そして人材に育っていくわけなんだけど、あの10%前後のマレーシアの若者は、人材になるチャンスを奪われてるんですよね。 で全体的に不景気で失業者が多いからって言うならしょうがないんだけど、そうじゃないですから。移民で代替されちゃってってるわけですよね。これは歪んでるでしょ。はい、グローバリズムの歪みがまあよく出てるなと、えー。で、あるいはですね、人口構造の話で言うとこっちの方が面白いかな。インドネシアとシンガポールの移民人口比率。えーまあ、シンガポールはまあ移民受け入れ大国だからもう45%強の移民受け入れしております。それに対してインドネシアはほぼ入れてません。 ああ、偉いなと。インドネシアは、ちゃんと若者を働かせて移民入れてないんだ。という話ではないんですよ。という話ではないんですよ。これ、インドネシアの若年層失業率です。なんと、マレーシアよりも上、今でも15%前後なんです。あれでしょうね、アジア通貨危機以降どんどん悪化して25、25%に迫ったんですか。若年層失業率が。で、今、改善して15%ですからね。改善して15%。 でなんでこんなことになるんですかそれは、それは、若者が余っているからです。これ、インドネシアの人口ピラミッドです。綺麗なピラミッド型になってるでしょうっていう形で、まあ、威張ってるんですけど、本当にそういういい話なんですかこれ。要は、若者が余っちゃうんです。こういう人口構造って。もちろん、仕事がたくさんあれば別だけど、今、グローバリズムで、全体的な需要拡大が抑制されちゃってるから、 だから、こういう綺麗な人口ピラミッドとなるとですね、若者が買い叩かれる状況になっちゃうんです。だって若年創出業率15%ですよ若者余ってんです。働いてない若者が。もう雇う方からしてみたら、もうじゃあ安く、どっちが安い安い方を雇うわ。こういう世界でしよ、えー、私、あの、まあ、一昨年かな。あジャカルタ行きましたけど、ジャカルタって治安があまり良くないんで、 その大きな家の前,あの前には必ずこのゲートがあって、このゲートを開けないと入れないようになってるんです、車とかが。そのゲートって普通、日本だと多分自動だと思うんだけど、必ず若者が2人立ってるんです。今そうに立ってるんです。で、あの車が入ってこようとするとチェックして中入れると。やってんだけど、横絶対自動化した方がいいんじなねと思ったんだけど、でも現地の人に聞くと、いや、自動化するよりも若者2人雇った方が安い。と。 いう形で買い叩かれてます。あるいは今ジャカルタではゴジェックって言うんですが、バイクの白タク、大流行してます。大流行。緑の、お揃いのジャンバーある緑のヘルメット被ったバイクがブワーッといっぱいいいいまして、でタクシーやってるわけですよ。で、あの、スマホのアプリでどこどこに客がいるっていうのが入ってくるから、そこに行って拾って運ぶんですね。ゴジェックって言います。なんでそんなビジネスが成り立つかというと、そら仕事がない若者が余ってるからです。 しかも、まあ、これはちょっとインドネシアの特有の問題だけど多言語国家なんでそのジャカルタの言葉喋れない若者結構多いそういう人たちでもスマホはいじれるからあここに客いるんだなとそこにバイクで行って乗せてそれで運んでお金もらうとこういう白ク業が大流行若者余ってるからそういう社会って幸せなんですかねで生産性向上起きないですよ例えばゴジェックの話で言えば究極的には自動運転のタクシーでいいんじゃねって話になりますよね そのためには技術開発して、設備投資して、インフラ整備してってやらなくちゃいけないんだけど、それが人類の文明的には進化だと思う。でもそんなことやる必要ないんですよ。50クにやらせばいいじゃねえかと。若者いっぱい余ってんだから。あいつらにバイクで白タクさせれば一番便利だろと。いうような話になっちゃうから、経済成長の目が詰まれちゃうでしょと。ということなんでしょうね。ということで、えー、まあ前回、今回と日本の少子高齢化の問題について話してきましたけど、少子高齢化って、 ピンチでもなければ問題でもないですからね。ただのチャンスです。何のチャンスか経済成長のチャンスですよ。何しろ、もう始まってますけど、これから毎年毎年人手不足深刻化していくんですから。コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが、日本はこれからどうなっていくのか。重大な議論に立たされている日本はこれから何をすればいいのか。そのようなことを解説した書籍が、 三橋高紀の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機ですこちらの書籍は書店では購入できませんこちらの QR コードまた概要欄からお買い求めくださいいつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。